テネリフェ・マーリンズ、または、マーリンズ・プエルトクルスは、スペイン・カナリア諸島州サンタクルスでテネリフェに、本拠地を置く、野球クラブ。1997年に設立され、リビシオンでオノオリに所属している。チームカラーは、水色と黒色である。チーム名の、マーリンズは、アメリカ合衆国、MLB のマイアミ・マーリンズに由来しており、ユニフォームもフロリダ・マーリンズのものを模している。 打席に立つペドロメンデス1997年にカナリア諸島州テネリフェ島のサンタクルスでテネリフェに設立された。2004年には欧州野球連盟が主催するセブカップで優勝し、2005年にはディビシオンデオノールで初優勝し、同年から2009年には5連覇を達成した。2007年にはコパデルレーでベースボールで初優勝した。 同年のヨーロピアンカップでは7位となり、2008年のヨーロピアンカップでは5位となった。2010年にはジュニアチームがジュニア選手権シリーズで優勝した。2013年から2015年にもディビシオンでオノールで3連覇し、2017年から2019年にもディビシオンでオノールで3連覇した。 ディビシオンでオノールでの優勝回数は FC バルセロナとレアルマドリードに次いで3位である。2017年シーズンには20人の選手が在籍していたが、ベネズエラ出身者が15人、ドミニカ共和国出身者が2人、キューバ出身者が2人であり、スペイン国籍しか保持していない選手は1人だった。ありがとうございます。